月棒がゲージの頭蓋骨を貫いた様子。主治医のジェームハーローによる。フィニアス・ P. ゲージは、米国の鉄道建築技術者の職長である。今日では、大きな鉄の棒が頭を完全に突き抜けて、彼の左前頭葉の大部分を破損するという事故に、見舞われながらも生還したこと、またその損傷が彼の友人たちをして、もはやゲージではないと言わしめるほどの人格と行動の、 根本的な変化を及ぼしたことによって知られている。このフィニアス・ゲージの事故は、長年、アメリカのカナテコ事件と呼ばれ、一時は、他の、いかなる事件よりも、我々の興味をそそり、予後というものの価値を落とし、生理学の理論を覆しまでした事件とまで言われた事件であり、19世紀当時の精神とノートに関する、議論、とりわけ脳内の機能文化に関する議論に影響を及ぼした。 またこの事件は脳の特定の部位への損傷が人格に影響を及ぼし得ることを示唆したおそらく初めての事例である。ゲージは神経学、精神医学、及びこれらの関連分野の過程では必ず登場する名前であり、書籍や論文でもしばしば言及されている。また音楽グループの名称などにも使われていることがある。知名度は高いものの、 事件の内容については詳しく知られているわけではなく、このため長年にわたって脳と精神に関する互いに矛盾した様々な理論の裏付けとして引用されるという状態になっている。出版物を対象とした調査では、ゲージについての現代の科学的な発表でさえも過度に誇張されたり、基地の事実に明らかに反していたりと激しく歪曲させられていることが多いことが分かった。 ダゲレオタイプの肖像写真が2009年にゲージのものであると確認された。これは彼を傷つけた鉄の突き棒を手にしており、凛々しい、身だしなみよく、自信ありげで、堂々としてすら見えるとされ、旧来のイメージと異なる。ある研究者はこの姿を社会復帰仮説と矛盾がないものと指摘している。この仮説では、 ゲージの精神変化の最も深刻な部分は事故後ほんのしばらく続いただけであって、後年の彼は以前考えられていたよりももっと機能的に行動でき、社会的にもずっと適応できていたとされている。もう一枚の肖像写真が2010年に発見された。1848年9月13日、25歳のゲージは作業員の職長としてバーモント州の町カベンディッシュの外れで、 ラットランドバーリントン鉄道の路盤を建設するための葉っぱを行う任務にあたっていた。爆薬を仕掛けるために岩に深く穴を掘り火薬、ヒューズ、砂を入れて鉄の月棒で突き固める作業があった。ケージはこの仕事を午後4時半ごろ行っていたが月棒が岩にぶつかって火花を発し火薬が爆発して彼がその時扱っていた。 直径1と4分の1インチ、長さは3フィートと7インチの道具が彼の頭部を貫いた。鉄の棒は彼の顔の横から入り、左目の後ろを通り抜け、頭頂から抜け出した。ゲージの事故をアメリカの金手子事件とした19世紀当時の文献は内容を明確にする必要がある。ゲージの月棒には金手子に月物の湾曲部や針がなく、 むしろただの円柱状であり、丸くて、仕様によって、割と滑らかになっていた。先に突き刺さった側の端は尖っていて、12インチに渡り先が細くなっていた。この形状のため被害者は命を流らいたのだと思われる。この鉄の棒は、他では見られないものであり、持ち主の好みを満たすように金棒の鍛冶屋で作られたものである。重量が6キログラムあった。 この突然ずうずうしくすっとんできた客は、血液と脳にまみれて25メートルほど先に落ちたと言われている。驚くべきことに、ゲージは、数分も経たないうちに口を聞き、ほとんど人の手も借りずに歩き、街にある自宅への1.2キロメートルを荷車に乗っている間、背筋を起こしたまま座っていた。最初に、彼のところへ到着した医師は、エドワード・イチ・ウィリアムズ博士であった。 私は馬車から降りるより先に頭の傷口に気がついた。脳の血管の拍動がはっきり見て取れた。ゲージ氏は私がこの傷口を調べている間、周囲の人に自分が怪我を負った時の様子を語っていた。私はその時ゲージ氏の述べることを信じず、彼が騙されたのだと思った。ゲージ氏はその棒が頭を貫通したのだと言い張った。ゲージ氏は立ち上がりようとした。 おとしようと力んだため、ティーカップ半杯ほどの脳が押し出され、床にこぼれ落ちた。ジョン・マーティン・ハーロー医師が1時間ほど後にこの症例の担当となった。公表しても皆さんお許しくださるでしょうが、私の見せられた状態。しかし患者は、最も英雄的な断固さを持って、その苦痛に耐えていました。彼は、私が誰だか、すぐ認識し、怪我が、 あまりひどくないと良いがと言いました。彼の意識は完全に生命であるようでしたが、出血のため体力を消耗していました。脈拍は60で生。彼の体も横になっていたベッドも文字通り1階の血のりとなっていました。ハーローの熟達した診療にもかかわらず、ゲージの回復には時間がかかり、困難を伴った。 脳圧が高かったため、ゲージは9月23日から10月3日まで、半ば昏睡状態にあり、話しかけられない限りほとんど口を聞かず、返事も一調ぶるのみである。友人や看護の者は、彼が数時間のうちに亡くなるであろうと予想しており、棺と死傷族を準備している。しかし、10月7日には、ゲージは起き上がることに成功し、一歩歩いて椅子にたどり着いた。 一ヶ月後には彼は階段の上り下りができ、家の周りを歩いたり、ベランダに出たりすることができた。そして、ハーローが一週間留守にしている間ゲージは、日曜以外は毎日通りに出ていた。彼の希望は、ニューハンプシャーの家族のもとへ帰って、友人らに煩わされずに住むこと、足を抜く。彼はすぐに熱を出したが、11月中、ゲージは回復の方向に向かっているようである。 ただし制御できるならばだが、岩の間の霧道を通る軌道。ゲージは、この霧道か金棒の同じような霧道を作るために、爆薬を仕掛けていて事故にあった。11月25日までには、ゲージは、ニューハンプシャー州レバノンの実家へ帰れるくらい健康を取り戻していた。12月の末には、精神的にも、身体的にもすっかり良くなり、実家へ馬で向かった。 1849年4月にはカベンギッシュへ戻ってきて、ハーローを訪問している。この時ハーローは、ゲージの左目の視力の消失と、眼検下水、額の大きな小根、及び頭頂部には、深い肝応がある。長さ2インチ、幅は1インチから1インチ半で、直下に脳血管の拍動を触れる。顔面の左反則に、部分麻痺があることに注目している。 これらの症状にもかかわらず、彼の体の健康状態は良好であり、私は彼が回復したと認めるのに、やぶさかではない。頭は痛まないが、説明しがたいへんてこな感覚がすると述べている。ハーローによると、ゲージは元の鉄道敷設の仕事に戻れなかったため、ニューヨーク市のバーナム米国博物館に、しばらくの間顔を出していたとされるが、これを裏付ける独立した情報はない。 しかしながら、近年、ゲージがもっと大きな、ニューイングランドの街で大衆の前に姿を、表したというハーローの発言を指示するような証拠が、浮かび上がってきた。ゲージは後に、ニューハンプシャー州ハノーバーのカシウマ車屋で働き、それからチリで、バルパライソ・サンティアゴ間の長距離乗り合い馬車の、漁舎として何年間か働いた。彼の健康状態が衰え始めた1859年。 頃に、ゲージは地理を出て、サンフランシスコに移り、母親と姉妹の世話の元隊長を回復した。その後の数ヶ月間、ゲージはサンタクララの農場で働いた。1860年2月に、ゲージは初めて痙攣を起こした。これは、次第に悪化する一連の痙攣の始まりであり、ゲージはサンフランシスコ、またはその近郊で、 事故からちょうど12年後の5月21日に死亡した。彼はサンフランシスコのローンマウンテン墓地に埋葬された。1866年、ハーローはゲージがサンフランシスコで死亡したことを知り、そこに住んでいるゲージの家族と手紙のやり取りを始めた。ハーローの依頼に応じて、ゲージの家族はゲージの遺体を掘り出し、ニューイングランドのハーローのもとへ搬送された。 事故の一年ほど後に、ゲージは彼の月棒をハーバード大学医学部のウォーレン解剖学博物館に陳列することを許容したが、後に返還を要求し、彼が僕の鉄の棒と呼んだそれを彼の人生の残りをずっと一緒に過ごす仲間とした。この棒も頭蓋骨と共に頭部へと旅をした。ハーローは彼の二番目の論文のために頭骸骨と棒を調査した後、 これらをウォーレン博物館に再度展示した。今日でもゲージの頭蓋骨と棒は展示されている。鉄の棒には次のような彫り込みがなされている。これが1848年9月14日、ママにバーモント州カベンディッシュでフィニアス・ピー・ゲージ氏の頭を移動した棒である。彼は負傷から完全に回復し、この棒をハーバード大学医学部の博物館に展示した。 フィニアス・ピー・ゲージ、レバノン、グラフトン郡、ニューハンプシャー、1850年1月6日。だいぶ後になってから、サンフランシスコの遺体を地域外の新たな埋葬地へ、組織的に移動する計画の一部として、ゲージの頭部のない遺体もサイプレスローン墓地に改装された。左前頭葉。ラチューラによると、ゲージは、事故でこの部分の前側に損傷を受けた。 ハーローの直接診察と同様である。ゲージが受賞した時の月棒の貫通の様子を再現した CGI。激しい脳損傷はしばしば死に至るが、ハーローはゲージをこの事故のためのような男。体も意志も忍耐力も量ができるものはほとんどいまい。と呼び、またすでに述べたように鉄の棒の1、4インチの先端が損傷を減弱させたと考えられる。 それにもかかわらず、破損された脳組織は、それが両方の前頭葉だったか左の前頭葉だったかという議論がゲージを診察した医師たちの最初の論文で起きたものの、堅固なものだったに違いない。マシオラによる1994年の研究では、両側の前頭葉に損傷があったと結論付けられたが、ラチューラによる2004年の研究では、 右脳半球は損なわれていなかったというハーローの出した結論が裏付けられている。脳神経医のアントニオダマシオは前頭葉と上動と実際の意思決定との間の仮説上の連携を説明するのにゲージの例を用いている。しかしゲージを支持しようとするどの理論も不詳の性質、程度を、継続時間がゲージの精神状態にどれだけ影響したかが あまりに不明確であるという困難にぶつかる。そもそも、不詳前後のゲージが、どういう状態であったか、ほとんど知られていない。ゲージの死後に記述された精神の変化は、彼が存命中になされた、報告のいずれよりも、もっと劇的なものであり、信頼できるに足ると思われる記述であっても、彼の自己後の人生のどの時点に当てはまるのか、明確にはしていない。ハーローは、ゲージの体が、 ほぼ回復し終えた頃の1848年の論文で生じうる心理的症状について暗示だけを述べている。患者の心理状態の表出は今後のコミュニケーションに委ねることとしよう。私はこの症例は啓蒙された生理学者と聡明な哲学者には飛び切る関心を持ってもらえると考えている。そして1849年の末に数週間にわたって ゲージを診察した後、ハーバード大学の外科教授であった、ヘンリー・ジェイコブ・ビグローは、ゲージが体と精神の機能においてはすっかり回復していると言えるところまで言っているが、機能のかなりの混沌があるとした。1868年になって初めて、ハーローはこの症例の報告のほとんどに今日見られる、精神的変化の詳細を明かした。記憶に残る言葉で、ハーローは、 事故以前のゲージが勤勉で責任感があり部下の者たちに非常に好かれていて部下たちはゲージのことを雇用主のうちで一番仕事ができて才能もある職長とみなしていたことを説明した。しかしこの同じ部下たちがゲージの事故の後では彼の精神の変化があまりにも激しくて元の地位には戻せないと考えたのだった。 彼の知的才覚と獣のような性癖との均衡と、優うかバランスのようなものが、破壊されてしまったようだ。彼は気まぐれで、礼儀知らずで、時には極めて冒頭的な言葉を口にして、喜んだり、同僚にもほとんど敬意を示さず、彼の欲望に喫光するような制御や忠告には、我慢ができず、時にはしつこいほどに頑固で、しかし気まぐれで、移り気れ、将来の創業について、 たくさんの計画を発案するものの、準備すらしないうちに捨てられて、他のもっと実行できそうなものにとって変わられるのだった。知性と発言には、子供っぽさが見られ、強い男の獣のような情熱を備えていた。事故以前は、学校で訓練を積んでいなかったものの、彼はよく釣り合いの取れた精神を持ち、彼を知る者からは、 抜け目がなく賢い仕事人でエネルギッシュで仕事をたゆみなく実行する人物として敬意を集めていた。この視点で見ると彼の精神はあまりにはっきりと根本から変化したため彼の友人や知人からはもはやゲージではないといったほどであった。利用できる数少ない一次資料のうちでハーローが1868年にこの症例について発表したことは 他よりも抜きんでて情報に飛んでおり、日付についていくつか誤りはあるものの、基本的な信頼性を疑うような理由はない。上記の内容は、ハーローがゲージに最後にあってから20年が過ぎるまで、出版されなかったが、ハーロー自身が事故の直後に作成した記録を引用しているようである。しかし、ハーローの記述するゲージの他の振る舞いは、のこのことは、それらの期間に、 ゲージの状態がどうであったかを再構成することを困難にし、ゲージの晩年の行動が、事故直後の数年間のものとは明らかに違っていた、ことを指摘する近年の調査によって、改めて重要性を帯びることとなった問題となっている。ザボストンポスト、1848年9月21日、ゲージの月棒の寸法を実際よりも小さく報道し、ゲージが、 事故後に何らかの行動様式の変化を起こしたことは間違いない。しかし、書籍や新聞記事などは、ハーローやその他、ゲージと関わりのあった人物が話したよりも、はるかに大げさな言葉で、この変化について述べている。心理学者のマルコム・マクミランは、著作、奇妙な。ゲージが行ったと記述されている行動で、実際の事実の裏付けがなかったり反していたりする。 ものには、酒酔い、妻や子供への虐待、先見の民の完全な喪失、仕事に対する無能さや拒否、自慢癖、自分の傷跡をやたらと見せびらかしたがる癖、空ごと、掛けごと、抗論、威張り散らす癖、窃盗などが挙げられる。ある医学部の教材では、ゲージを幼い子供たちに性的ないたずらをした件で告発されたと紹介しているものすらある。 これらの行動のうちのどれ一つとして、ハーローも含む実際に、ゲージと知り合いであったものや、家族のものによって報告されたものはない。ハーロー自身は、ゲージの母親と連絡を取り合っていた1868年に、どういうわけかゲージの没年を1861年と間違えているが、一方マクミランはゲージが実際に死んだのは1860年であったと結論を出している。 比較的重要度が薄い事柄ではあるが、この症例についての基本的な事実ですら整理することがいかに難しいかを示している顕著な例である。他の例では、いくつかの情報源でゲージの鉄の棒が彼と共に埋葬されたと知っているものがあるが、これについての確証はないとされる。もっと実質的な点として、マクミランはゲージが 自己後仕事に就くことができなかったことを言い表していると誤って解釈されがちな文章を。様々な職場で働き続けた仕事をこなしきれずしばしば転職し、どの職場で働こうとしても彼はうまくやっていけそうにない理由を見つけ出してばかりいたタイの中で、ハーローはゲージの自己後の生活全体にわたってのことを述べているのではなく、経緯が始まった死の直前数ヶ月のみについて述べて、 いるのだと指摘している。頻繁に引用されている文献上の記録の誤りを訂正するという、当然ながら重要なことの他にも、マクミランは、フィニアスの話は、小さな事実の積み重ねがいかに簡単に、大衆的なまたは、科学的なおとぎ話としてまかり通るようになって、しまうかということを具体的に示しているということからも、覚えておくべき価値がある。また、確証の貧弱であることが、 我々の手元にあるわずかな事実にほとんどあらゆる理論が当てはめられてしまっていることに結びついていると述べている。同様の疑念点が古く1877年にも述べられている。英国の神経学者デイビッド・フェリアはこの問題をはっきり結論付ける意図で米国に手紙を書き脳の疾患や損傷に関する報告書を研究するうちに私は お得意の理論などを抱える人々によって押し付けられる不正確さと歪曲に驚きっぱなしになった。事実がとてもひどい扱いを受けている。と訴えた。各して19世紀に生じた多様な精神機能は脳の特定の部位に極在しているのかどうかをめぐっての議論はどちらの派も自分たちの理論を支持するためにゲージの症例を引用する方法を見つけた。 骨葬学者たちもゲージの症例を利用した。彼の精神的変化が、崇拝の期間ないし隣接する、慈悲の期間の破損によるものと主張するものである。しばしば言われることだが、ゲージの身に起きたことは、後の精神外科の多様な形式の発達、とりわけロボトミーの発達に一役買っている。ゲージの身に生じるものと大抵の場合、決めつけられている。 不快な変化がなぜ下下手術をもって再現しようという発想につながるのかという疑問点は別としても、マクミランによれば注意深い研究からはそんな関係性は出ないことがわかる。刑ージの症例が精神下下に直接貢献したという確証は存在しない。脳の手術一般に言えるように彼の症例からわかったことは彼が事故から生きながらえたということのみに由来している。 必ずしも死に至るような結果を出さず、大抵の脳の手術は可能である。ゲージのダゲレオタイプの写真。2009年に彼のものと分かった。2008年末までに、それまでは知られていなかったゲージの講習前での講演の広告が発見された。また、彼が地理にいた時期の身体状態、精神状態の報告書、そこでの乗り合い馬車の魚車としての日常業務と、 おぼしきものの記述、さらにより最近になってから2回目の大衆公演の広告が見つかった。この新しい情報は、環境にほとんど順応できないとハーローが記述したようなゲージは、事故後の限られた期間のみ存在していただけで、あったということを示唆する。すなわち、ゲージは結局、負傷したにもかかわらず、どのように生きるかを考えついたということであり、その後の人生では、 以前に考えられていたよりもずっと機能的に動き、社会にもずっとうまく適応していたということである。マクミランは同様の負傷をしながら、誰かまた何かが彼らの人生に失われた社会的、個人的能力を学び直させるような十分な構造を与えたような人々を引き合いに出し、この変化はゲージが時を経るに従い経験した社会復帰を表すものであると仮説を立てている。 もしその通りなら、マクミランによれば、理論的にあり得る効果とともに、現時点での確証に、治療が難しくて長期にわたっている症例でさえも、リハビリの効果があるかもしれないということが、付け加えられるということになる。しかし彼は、ゲージが医学的管理なしで、そのような回復を達成できたのなら、正式なリハビリテーションプログラムを行っている人に、とっての限度とは何か。 という疑問を提している。2009年には、ゲージのダゲレオタイプの肖像写真が彼のものであると、同定された。ゲージの姿形を写し取ったものとしては、1850年、頃に撮られた、ライフマスク以外で初めて世に知られたものと言える。これには、姿は損ねられているが、それでも堂々としているゲージの姿が写っている。片目を閉じ、昇魂ははっきり見え、身だしなみはよく、 自信ありげで堂々とすらしており、例の鉄の棒を手にして、彫り込みのある部分が見えるようにしている。この写真が神聖であることは、肖像上で見えている。彫り込みの写真を、ハーバード大学のウォーレン解剖学博物館にある、実物の月棒の彫り込みと重ね合わせて比較したり、また同様に、肖像画で写っている傷を、ライフマスクに保存されているものと称号したりして、確認された。 マクミランは、このダゲレオタイプの写真を、前述の社会復帰仮説と矛盾のないものとして、引用している。疑問点をより深く理解するために、マクミランと共同研究者らは、ゲージの人生と行動に関する、さらなる確証を精力的に探し求め、読者が注意を払っていてくれることを期待していくつかの、種類の歴史的文書、例えば、ゲージがあったかもしれないと調査で指摘されている。 医師たちの、またはゲージが行ったかもしれない場所にいた人たちの手紙や日記といったものマイナスを記載している。2010年にはゲージの2枚目の写真が同定された。この新たな写真は複製がゲージ家の少なくとも2つの異なる文家の所有物となっているが、スミソニアン協会から相談を受けたゲージの研究者によれば2009年に同定された。 ダゲレオタイプと同じ題材を扱っている。一般向けの読み物、閲覧物として専門家向け引用された他の著作物。ありがとうございます。